マルグリット・ド・フランスは、フランス王ルイ7世と二度目の日、コンスタンス・ド・カスティーユの娘、フィリップ2世のイボアネにあたる、イングランド王妃、後、ハンガリー王妃となった。英語名では、マーガレット・オブ・フランス、ハンガリー語名では、マルギトと呼ばれる。母コンスタンスが死去し、父ルイ7世が、アデルド・シャンパーニュと三度目の結婚をした1160年、マルグリットは、 イングランド王ヘンリー2世の獅子ヘンリーと結婚した。二人はかねてから婚約していたが、この年マルグリットは2歳、若ヘンリーは5歳であった。1177年、若ヘンリーとの間に、長男ウィリアムが生まれたが、早産で3日後に亡くなった。1182年に、ウィリアム・マーシャルとの不倫が噂されたが、これは、若ヘンリーから絶大な信頼を得ていたマーシャルを寝たんだ。 他の騎士の中傷によるものではないかという説がある。このことによりマーシャルは若ヘンリーの元を去らねばならなくなるが、翌1183年、若ヘンリーは死の床にマーシャルを呼び寄せ、自分の代わりに十字軍に参加するよう言い残して、病死しており、いずれにせよ二人の間に不倫の事実はなかったと思われる。若ヘンリーの死から3年後の1186年、マルグリットは ハンガリーをベーラ3世と再婚した。ベーラ3世との間には、子は生まれず、1196年に2番目の夫とも種別、翌1197年に、巡礼の途中で、自身も死去した。なお、マルグリットの同母妹アデルは、若ヘンリーの弟リチャード1世の婚約者であったが、ヘンリー2世が王妃アリエノールを遊兵した後に、ヘンリー2世の愛人になったとされ、 リチャードの即位後に婚約を解消している。ありがとうございます。